エジプト聖母大聖堂、カイロ、エジプトコプト天礼カトリック教会は、東方天礼カトリック教会の一つで、コプト天礼を用いるキリスト教の一派、カトリック教会とフルコミニオンの関係にある、天礼にコプト語を用いる。なお、同じアレクサンドリア天礼を用いるエチオピアカトリック教会やエリトリアカトリック教会は、ゲーズ語を使用している。相大主教座は、カイロ郊外。 ナスルシティにあるエジプト聖母大聖堂に置かれており、現在のコプトカトリック教会のアレクサンドリア、総大司教はイブラヒムイサークシドラクである。信徒数は17万4902人。17世紀、フランシスコ会を中心にエジプトにカトリックの宣教師が訪れ始めた。1630年、カプチン・フランシスコ修道会の回廊支部が成立した。 1675年には、イエズス会も到来した。一方で1713年、コプト正教会のアレクサンドリア総主教が、ローマ教皇に従ったが、この教会合同は1442年の時と、同様に長続きしなかった。1741年、イエルサレム出身のコプト正教会聖職者アンバ、アタナシュースが、カトリックに改宗した。1781年、 彼は、ローマ教皇ベネディクトス14世により、2000人に満たないエジプトのコプト天霊カトリック教徒のための使徒座代理に任じられた。しかしその後、アタナシウスはコプト正教会に戻っていったため、別の人物が使徒座代理を引き継いだ。オスマン帝国のエジプト総督が、コプト天霊カトリック教会のためのカトリック総、大司教設置を望んでいるという認識に基づき、 教皇レオ12世はアレクサンドリア総大司教長をアレポシトザ大陸から分離する形で設立した。ただしこれは名ばかりの存在だった。1829年、オスマン帝国はコプト天霊カトリック教徒が自身の教会を持つことを認めた。エジプトでの信者拡大を受けて1895年にレオ13世がカトリック総大司教座を再建した。 彼はまず人座代理にキュリロス・マカリロス司教をつけた。マカリロスは教会会議を開き、いくつかのラテン典礼を導入した。1899年、レオ13世はマカリロスをコピト人のためのアレクサンドリア、総大司教に任じ、キュリロス2世の称号を与えた。キュリロス2世は1908年までその地位にいた。その後、 総大司教の座は長く空位状態が続き、1947年に新たな総大司教が首都座管理者による選挙で選出された。コプト天礼カトリック教会はエジプトを覆うただ一つの教会管区からなる。アレクサンドリア総大司教は唯一の不主教でもあり、その名は古代のアレクサンドリア総大司教長を受け継いだものであるが、 実際には星座は現代エジプトの首都カイロに存在している。総大司教の下には7人の属司教がおり、それぞれアレクサンドリア、アシュート、ディーザ、イスマイリア、ルクソール、ミニアー、ソハーグにいる。コプト天礼カトリック教会には創員がなく、その代わりにいくつかの宗教組織が存在している。例えば、女性信徒のコミュニティとして、精神シスターズ、 イエスとマリアのコプトシスターズ、イエスの小さなシスターズの3つがある。また、男性のためのフランシスコ会コミュニティも存在している。聖職者を志す者は、カイロ郊外のセイレオ総大司教人学校で教育を受ける。コプト天礼カトリック教会は100以上の教区があり、それぞれに小学校、一部は中学校がある。教会は一つの病院、いくつかの診療所や、 個人を運営している。ロバーソン、ロナルド G、ザ・イースタン・カトリック・チャーチズ2016、イースタン・カトリック・チャーチズ・スタティスティックス、カトリック・ニア・イースト・ウェルフェア・アソシエーション、2016年11月29日、閲覧。ロバーソン、ロナルド G、ザ・コプティック・カトリック・チャーチ、 イースタン・カトリック・チャーチズ、イースタン・カトリック・チャーチズ、カトリック・ニア・イースト・ウェルフェア・アソシエーション、2012年1月27日、閲覧。ヘア・バーマン、チャールズ・エド、イースタン・チャーチズ、カトリック・エンサイクロペディア、ニューヨーク、ロバート・アップルトン・カンパニー、パトリアーケル・シー・オブ・アレクサンドリア、 c a t h o l i c t i o c e s e s i n t h w o r l d c a t h o l i c t i o c e s e s i n t h e w o r l d g c a t o l i c o r g 2012年1月27日閲覧ポンティフィカルミッションザ・コプティック・カトリック・チャーチ www.cnewe.org.2017 年1月20日閲覧。ありがとうございます。